こんにちは、Z チャンネルです。タミカです。ラスベガスに来ています。イエーイ。はい、セマショーに行きましょう。どう、ラスベガスは楽しんどる？もうなんか街歩くだけで楽しいです。でもね、セマショーに行きましょうって言うけど、はい、なんと今日はセマショー最終日です。お、僕ら舐めてます。今日が最後なんですね。そうよ、今日最後よ。あ、そうなんだ。そうよ、初日に入って、はい、最終日に YouTube を撮り始めるっていう。舐めとると思います。あ、でもしかもよ、しっかり撮りましょう。最終日はね、夕方4時に終わるのにもう12時過ぎてます。あ、やばい、ちょっと急いだ方が。起きたのが12時だもんね。なんと昨日は、3時から、夜中のね、はい、3時からカジノをし始めて、部屋に戻ったのは8時でした。クズです。大丈夫ですか、これ放送して大丈夫ですか？大丈夫よ。じゃあスマショー行きましょう。行きましょう。はい、楽しむぞ。行ってみよう。Any other large duty free bag is placed up in the overhead compartment.暑いね。めっちゃ暑いですね。むちゃくちゃ晴れです。なんか日本 の, あの季節を考えてヒートテックとかいっぱい持ってきちゃったんですけど、 あれだね、初心者だね。いらなかったですね。 USA 初心者、ね、半袖で十分でした。 あそこのね、ウエストゲートっていうホテルがあるんだけど、はい、見える？あ、見えます。あの黄色い文字のここですね。あそこね、はい、あそこはね、はい、あれよ、エルビス・プレスリーがね、あ、はい、ディナーショーしよったホテルです。映画で見たことある。見た。じゃ あそこで、そこの道があるじゃん、はい、あそこの道はだっけね、エルビス・プレスリー通りっていう。そうなんだ。ちょっと行ってみたいかも。僕はエルビス・プレスリーが好きです。行きませんか？行かんよ。みんなで後で。暑い。はい、外の会場。もうなんかすごいのがいっぱいおるけど ね、ここは多分ね、はい、キャンピングカーじゃないよね。確かにテントっぽいものが。でも例年だったらね、はい、ここもびっちりなんよ。だけどこれスカスカなんで。え、これで少ない方ってこと？少ない、ぶち少ない。やば。でここにもなんかステージがあって音楽流れライブしよったりとか。なんだけど、そういうのもないけ、ちょっと規模縮小されとるね、セマショー。なんか不景気よ。ちょっと残念じゃけど、でも、うん、ちょっとこんだけおるけ、私的には全然満足かも。あ、まあでもキャンピングとか四駆とか、うんうん、あ、かわいいスマイリー。あれはね、フォーグランプの、ね、メーカーなんよ。のロゴというか、あれだね。わあ、ここかっこいいのおるわ。ちょっとあれ見させて。どれですか？あの白い分の奥。あれか。うん、ね、あれみたいですね、まあ、社長が。そう、初号機やら2号機もそうだけど、うん、俺こういう車が好きなんだと思う。そうでしょうね、うん、きっと。うわあ、かっこいいね。うわあ、すげえ。普通にキャンピングカー、これかっこいいね。この板大根おろしじゃん。確かに、ね、こういうのとか俺好きじゃわ。すごい。もう一回言うけどね、閉店間際です。はい、行きます。あ、そうだった、忘れてました。遊びすぎなんや。そうですね。はい、こんな感じ。あ、そこはアゲートです、ね、わー、かっこいい。これ系はね、中に持っておるよ。わ、すごい。あの白いなんか目がこうキュッてなっとる分。あ、ラングラーね。あ、隣のもすごいですね。これはね、あれ、日本では走らせないやつ。あ、アメリカはこれ普通に公道走ってる。いいよ、いいよ。マジっすか、うん、やばい。やっぱね、車検がないけんね。あ、やりたい放題ですよ、この国は。すごいよ。何遍も言うけど、はい、閉店間近です。あ、うわ、見て、あの人ら身長多分175ぐらいだろうね。どうやって乗る？あ、そっか、
下げれるんですよね、サスペンション。これはね、あ、いや、あ、下げれん、これは。マジ、え、うん、あ、ラダーかなんかつけるんだと思う。わあ、かっこいい。この私オレンジのこれからめっちゃ好きです。あ、かっこいいね。うわあ、なんじゃいこれ。これ何？原型が何？ね、すごい。キラキラして綺麗、うん。立ち止まりたいけど時間がありません。はい、急ぎましょう。あれとかちょっと見たいけど時間がありません。あ、こうやってね、いろんなところに狭小グッズをね、こうやって売りよ。かわいい。後で買うんだったら買いましょう。ちょっとでも急がんと。そうよ、閉店間際です。ちょっとゆっくり見たいけど、うん、ちょっと早足で行きます。了解です。ちなみにね、あの、はい、おばくくは、はい、はぐれました。あるま。なんでもう2人で行きましょう。閉店間際なんで探す時間はないです。どこかで、もしどっかで合流したら参加してもらおう。そうしましょう。はい、じゃあ急ぎます。はい、あ、つい来ました。あ、信号赤。行こう行こう、いいよいい。このここ見覚えない？あ、なんかある気がする。なんだっけ。これはあのジェットチャンネルのオープニングの時に渡る横断歩道です。あれか、はい、あの人がバーって行き交ってる。そうそうそう、がここです。すげえ、はい、本場のパトカーです。すげえ、全部かっちょよく見えます。僕はあれに捕まったことがあります。それはちょっと言っちゃダメだ。理由は内緒です。内緒です。はい、着いたよ。着いた。前はね、ここらも車でもエントリー車いっぱいだったんよ。ここもですか？ここらも全部、ここらに全部おったんよ。それもなくなっとるんよ。じゃあだいぶ本当に結構な縮小になったんですね。そうそう、ここをパレードで走って出ていくよ、マスタングもね、ここ走って出ていって、あそこの観客席の前で止まらされてパフォーマンスをね、すげえする。あー、やっと影に入れます。影だ。ここらもね、車でいっぱいだったよ今まではね。人はむちゃくちゃ多いね。すごい。あ、入り口があったよ、入ろう。中入ったら涼しい。あ、ここですね。あ、うわぁ、すげぇ。あ、マスタング。なんだこれ。すげぇね。これマスタングか。おぉ。エンジンがね、変えてある。ボディはあの初期型マスタングで、エンジンは変えてあります。はい、だいぶ涼しいね、中は。そうですね、やっと入れました。ただ人がすごい。すごい。ぶつからんようにね。はい。かっこいいですね、あれ。はい、こっからが、はい、パーツメーカーさんの、はい、展示場です。あ、マスタングがあるよ。かっこいい。何、なんかすごいね、これベタベタじゃん。うわ、フロントのみ。うわ、カーボンですかこれ。カーボンだね、それは、ね、すげえ、全部ボンネット口かっこいいじゃん。うわ、透明になっとる。おばくくにつけさそうや。つけさしましょう。じゃ時間がないんで行きます。あ、そうですね。あ、トヨタ。トヨタ、あそこのトヨタはね、今ちょっといろいろ揉めとるらしいよ。え？もともとね、ここはね、はい、フォードのブースだったんよ。あ、そうなんじゃ。そうそう、そのフォードがコロナでね、はい、お休みした時に、はい、トヨタが入ってきたんよ。やっぱね、アメリカでフォードって言ったら、わあ、アメリカのね、うん、人たちの誇りよ、フォードはね。一番。そうそう、そこにトヨタが入ってきたっていうことでね、いろいろあるみたいよ。なるほど。でもすごいですね、日本のメーカーがこんなに大々的になんか展示されとるっていうのが。そうだね、日本人的にはね嬉しいですけどね。嬉しい限り。
去年からここトヨタが入ったね。ああ、じゃあ2年連続でこの場所ってことか。そうそうそう、だってもうフォードがでも今はね、はい、狭にそんなに力を入れてないんだって。あ、そうなんだ。そうそう、こっち行きますか。こっちですか。こっち、すげえ。一台ずつ撮りたいんだけどね。これは新しいのを展示してるっていう感じですよね。そう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 、新型車とかマイナーチェンジとか、 あとちょっとディーラー並みの、はい、なりのちょっとカスタムをした、はい、こっち行こう。こっからはあと部品メーカーね。なるほど、マフラーとかホイールとかそういうやつ。そのものすごい広いんよ、はい、ホイールとかはここにはないんよ。あ、そうなんですか。ここはケミカル用品とかマフラーとか、はい、ああいうものが多い。分かれてるんですね。そう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 。ちょっとどこ見てもすごい件、困っちゃうな。そうだね。で、各そういうメーカーがこういうデモカーを作って展示をしとる。すごいボンネットの開き方がね。かっちょええ。こっちマーキュリーっていう車ね。マーキュリー、うん、よし行こう。ここはミッション、ミッション屋さん。こんなになってるんだ。そうそう、ミッションって。うわあ、結構古い車がね多いかったりするよね、こういう ねかっこいい。やっぱザ・アメ車よね、旧車がね。そうですね。エージェットシティ、旧車も販売修理してます。お問い合わせください。お問い合わせください。あのローライダーでも何でもやります。どんとこいです。はい。あ、あれじゃん、ワイスピのスープラじゃん。これですか。これ、うわあ。誰が乗っ取って何のかは知りません。ワイスピ見たことありません。すいません、私もないです。はい、行きましょう。行きます。すごいよ。あ、見て、デロリアン。何デロリアンって。これ、うわ、バックトゥザフューチャーの未来に行ける分じゃん。そうよ。これね、ボディちょっと鈍い光をしとるだろう。はい。これなんとね、ステンレスなの。錆びんの、ね、そんなこともできるの。いや、できるんじゃなくて、純正でステンレスなの、ボディが。これもだってなんか、そうそうそう、見たことない開き方。そうなの。これがほんまのガルウィングなんよ。そうなんだ。あの、皆さんがガルウィングガルウィングって言ってるやつね。こういうなんかイメージですけど、うん、うちも昔ね、カマロのデモカーとか作った あのあれはみんなガルウィングって言うけど、あれはシザーズドアっていう。あ、そうなんですね。ガルウィングはこれです。こんな感じですね。じゃあそう、本物の、まあ、それよりこれステンレスなんや。触っちゃダメですよ。ダメだね。すごい。かっこいいよね、デロリアン。乗ってみたいね。どんな乗り心地なんだろう。日本車がパラパラおるね。結構トヨタが多いような。ねえ、やっぱ多いよ、トヨタと日産は。わあ、この大きい、かっこいいね、これ。好き。え、エネオス。お前よ、エネオスじゃん。ガソリンじゃない。エネオス、ガソリンよ。何を売ってるんだろう。油売りよ。わお、すごいな。あ、これすごいね、いいね。わあ。これはシーテンっていう、ね、かっこいい。これもね、そんなにすごい高い車じゃなかったんよ。まあまあまあしよったけど、今すごい値段になるよりも。これもめっちゃかっこいい。見てこれ、うちのラムみたいじゃろ。ほんまじゃあ、スラムドっていうやつじゃん。そうそう、みんなこうやってやるんよ、落とすときはね。あ、こ、後ろもちゃんとこう、そうそう、もこっと、ね、すごいすごい。詳しくは以前挙げてるラムの紹介見てください。見てください。すげーよ。いやつ、あ、フォードはあそこにおるんだね、移動してるんだ ね、 いましたね。ちょっとフォードまで行きましょう。行ってみましょう。 あれはマスタングの EV よ。 EV のマスタング。うん、電気自動車のマスタングね、これは。すげえな。ウインチが装着されてます。あ、これ。そうそう、すごい。このフェンダーは純正じゃないよ、これはね。この出っ張ってるの、うん、で後ろにチャリが乗ってる。チャリが乗ってるね。後ろにあれが乗ってる。
バッテリーのハイブリッドとかが乗ってます。でもフォードもこれだけしかないんだね。なんかこれ、はい、ここ知っとる？チップフースって知っとる？チップフース、うん、っていうね、この行列見て。何を並んでるんですか？チップフースがね、はい、何時間かに1回ここに出てくるの。それをチップフースって、カスタムカーの神様って言われてる人。アメリカのディスカバリーチャンネルとか、ああいう分で、あのカスタムカーを作る番組をしよる、じゃあもうカスタム界のレジェンド的な感じの。そうそうそう、とこない。でもちょっとまだまだ出てきそうにないんで、時間がないので行きましょう。はい、はい、なんかここらはなんかあれだね、絵だね。あ、こういうの持ってるんだ。そうそうそう、こういうのをガレージに飾りたいとかね。ほんまに車好きのにはたまらん。そう、こういうおもちゃとかね。あ、ラッドフィンクがおる。かわいい。これちょっとヴィンテージなおもちゃとかを素敵、売っとる。飾りたい。ただね、高いです。手が出る値段ならいいんだけど。ラッドフィンクもあるね。おしゃれですね、やっぱり、うん、ちなみにこれが大体$35ってことは、日本円5000円ぐらい。5000円か。ラッドフィンク、すごい、やっぱりラッドフィンク屋さんだね。人気ですね、うん、ラッドフィンクは。あ、こういうちょっとポップな絵を、これね、俺ね、買おうかと思う。かわいい。いいよね、これ。どれが買うんですか？わからんけど、ちょっとそれをゆっくり見る時間はありません。あ、そうですね。かわいい。いいよね、欲しいよね、この絵。なんかさっき聞いたらね、はい、あの、今日これ買ってもね、持って帰れんじゃん、くしゃくしゃになるじゃん、絶対。あ、そっか。って言いよったら、ネット販売もあるけ、ネットで買ってって言われたんで。ちょっとゆっくり、じゃあ、うん、一緒に選びたいです。うんうん、じゃあ次の缶に行こうか。そうですね、ここはこんな感じで部品、こういうね、部品とかがほとんどない。うーん、なるほど。ここはね、すごいよ、すごいね、見てこれ、すごっ。これは何？タービン。これがね、タービンっていうの。ターボ、ターボ。あー、すげえね。車持ってないけど乗せたくなってくる。ね、すごいね、これ。コルベットのに、はい、ちょっと待ってよ。純正の多分エンジンを外して、はい、このエンジンに乗せ替えてる。あの、このビッグタービンにして。あ、すげえよ。アホよ。じゃあもっと速いってこと？そうだろうね。じゃあ急ぐんで一回止めます。はい、はい、隣の缶に来ました。はい、あ、ここはね、マフラーの出口屋さん。わー、出口屋さん、すげー。4本出しです。かっちょい。とかこういうね、2本出しのこういう、こういうのを使って作ってくれって言われれば作るんで。うん、お手合わせください。はい、言ってください。見てこれ、すごいの。なんでよし、タイヤバトルしよう。ナインチ、タイヤバトルしよう。負けるに決まってますよ。分からん、やってみに分からんじゃん。いいですか、じゃあ。うん、いいよ。はい、並んでみます。はい、どうぞ。いや、もうね、いつもはチャンミンはしゃがんで勝負するじゃん。立っても負けております。どうですか、これで。ズルはダメです。はい、バレました。はい、じゃあ、はい、外人のお父さんが笑っておりました。そう、笑われちゃいました。うわ、いろんなのがおるね、車もね、多種多様な。すごい、このボディ。なんじゃこれ。これは塗装で。塗装、塗装、すごい。あ、いや違うかな、これ塗装じゃないかな、ラッピングだね、これ。最近はね、アメリカはね、あの、はい、塗装じゃなくてラッピングが多いんよ。へえ、そういう流行りっていうか、そういう感じ。多分ね、
あのマスタン号だけ持ってきた時みんなにラッピングかラッピングかって言われて、はい、塗装よって言ったらお前頭おかしいだろってすごい言われた褒め言葉ですよね。もちろん。すごいな。これラムジャケ全部ラッピングね。すごい迷彩柄みたいだ。うん、これすごいね。うわちょっとこれ映像じゃ触らんけどすごいね。どういう素材？でかっ。何このオイル何インチ？しゃがんだら伝わるかな。いや伝わらんね、見えんけん。隠れてますもんね、うん、はい次行こう。はい、かっこいいねこのポルシェ。なんか結構マット系の色も多いですね。あ多いね。マットはまあ流行っとるけんね。いろんなものがあるだろ。もう何が何だか。もうアメリカに限らずいろんなところの部品メーカーの、はい、あの展示会なんで、アフターパーツショーなんでいろんなところがね。すごい。あここまたマフラー屋さんじゃん。ちょっと見よう。こんなマフラー。すげえのこれ。何ちょっと手を置いてみて。手を大きさを。すごいよこれ。すごくない？チャンミーの手が何センチあるか知らんけど。両手でもちょっと大きいです ね。これとかすごいじゃん。どんな写真につくんだろう。ガンダム。ガンダム。ガンダムにつくんだろう。えこれもオイル？これもマフラー。これもマフラー。すごいね。楽しい。なんか見とるだけでいろんなものがねあるんで。すごい。こんな狭小に行ってみたいよっていう人は、はい、あの車屋さんしかここ入れんのよ。あそうなんですよね。車業界で働いとる人しか入れんので、はい、もしそれでも行ってみたいという人がおれば言ってください。一緒に行きましょう。行きましょう。みんなで行った方が楽しいかもしれないし、うん、そうだね。はい、じゃあ一周したんでまた一回外出ます。了解です。サポーテッドバイジェットシティ。